関数を入力するセルを選択し、数式タブをクリックします。オートサムボタンのプルダウンから、最大値をクリックします。最大値を求める範囲を選択し、Enter ーキーを押します。最大値が表示されました。同様に、最小値も求められます。